モーターファン待望の日本グランプリレースが5月3日富士スピードウェイで行われました。今年はトヨタがこのトヨタセブンをもって優勝を目指し、日産ポルシェとの三つどもえが注目の的。安定欲に必勝を込める日産組、去年に続いて優勝を狙う生沢、トヨタチームのホープ福沢、11万人の大観衆が見守る中を参加者25台一斉にスタート。翼の目立つ日産 R381 がダッシュよく飛び出しました。第一カーブは30度のバンク、各車速度を上げて突っ込みます。コース中最大の難所、ヘアピンカーブ。そして直線コース、スピードは300キロに達します。先頭を保つ日産に比べて、この日トヨタチームは振るわずピットインを繰り返します。終盤調子を上げた28番生沢の乗るポルシェが2位に上がりました。ヘアピンカーブの鮮やかなコーナリング、20番日産の北野が1位、前を行く生沢は1周差の2位です。1周目からトップに立った北野、そのままゴールイン。80周を平均時速 191.4 キロ、見事なレースぶりでした。企業総動員してのメーカーチームが個人チームを抑えて優勝しました。